ブレイブリーデフォルト。おいおいおい、一体どうやったらあんなえぐれ方するんだ？今日も傑作荒野は真っ赤っかっと。赤いのは流された血の色のせいなんかではありません。ケッサの赤は神社、別名赤色硫化水銀、探査主者、そして賢者の石。ああ、
これは錬金学ではないです。科学、そして一般常識です。おい、そんなに急ぐなよ。ピラミッドは逃げやしねえって。ここいらの地下は遺跡だらけなんだ。慌てて落っこちても、めったくよ。ピラミッドの地下に神殿？こんな様式の遺跡、今まで聞いたこともねえぞ。シン。あれは？待て。ひょんなことからあんたの護衛になることにはなったが、もともとそんなにいい育ちじゃないもんだね。ったく。気をつけろ、囲まれているぞ。おとなしく逃がしてくれたりしねえよな。来るぞ。しっかりサポートします。左のやつに印が違う敵をタップすると、向かって右のやつをタップするんだ。次は攻撃をしてみるぜ。右のこ今の攻撃でこうして HP がゼロになるまで攻撃し続けると、 MP はお前はデフォルトするんだ。デフォルトで BP が増えたな。使い方については後で教えてやるから待ってな。やられっぱなし遊んでもいらんねえな。ブレイブをすると BP を使いすぎると回復するまで行動ができなくなるから、気をブレイブした回数だけ行動ができるんだ。悪いよ、本気で行くぜ。邪魔ねえな。倒れろ倒れろ。邪魔だ。来るぞ。お、腕が鳴るね。
決める。ちょっと待って、カバンを漁ってみる。武士に戻れ。どれ、だからって舐めてもらっては困るよ。ありがとうございます。私は錬金の町ブラスの錬金術師クレアです。俺は用心棒のスティール、スティール・フランクリンだ。お、ブラスを知らねえとなると、さてはあんたらよそもんだろ。それで、私はルクセンダルクの冒険家サンドラ・カサンドラ。ん？僕はルーファス、魔法学者をしている。そうだね。なるほどな。なるほどね。まったく。
ほう。なるほどな。まあ、ううん、あれは。ああ、いらっしゃいませ。ショップへ。よろしくね。新しい仲間がやってきたわ。
毎度あり。ああ、